はい、皆さんおこんにちはです。ミネオです。ついに来ましたね、ハズゴンゴールド。昨日ねツイッター等々でにぎわってましたけど、最初何のこっちゃと思ってたら、ついに、ディアブロ4完成しましたということで、あとは発売日を待つのみということで、今回は、以前からいろいろいただいてた質問を少しまとめて、また皆さんにお伝えできたらなと思います。はい、これを機にね、少し興味あった方とか、ね、ぜひぜひ一緒にスタート切れたらいいかなと思います。はい、では早速、行きましょうか。はい、発売日アーリーアクセスエディションということなんですけども、発売日2023年6月6日、日本ですと、午前の8時となっております。はい、ただ、今回、発売に際して3つのエディションがあります。はい、で、その3つのエディションなんですけども、スタンダード、デラックス、アルティメットエディションという形で、早期アクセス4日前に、アクセスできるんですが、6月2日午前8時、この先行アクセスしたい方は必ずデラックスもしくはアルティメットエディションを買ってください。じゃないと、先行アクセスできませんので、そこはご注意ください。はい、細かくは、以前の動画見ていただけると非常にありがたいです。はい、続きまして、ディアブロ4って何、ストーリー知らなくてもやったことなくても大丈夫ですかということですけど、もちろんめちゃめちゃ大丈夫です。一応ストーリーはつながってはいるんですけども、おそらく完璧に知ってる方って結構少なめだと思います。はい、基本的にはもうね、だいたい分かってれば大丈夫です。で、ディアブロ4っていうのは、いわゆるハック&スラッシュと言われる、敵を倒して敵が落とす武器装備を更新していきながら強くなっていくと、そういうゲームになっております。ただ今回は少しアクション寄りにはなってる模様で、3でね少し実装されてました、回避的なやつもしっかり実装されてます。はい、続いてプラットフォーム、オフラインモードどうなってますかということですけども、今回プラットフォーム PC、プレステ4、5、Xbox One、Xbox シリーズ XS となっております。はい、なので、自分のね、持ってるプラットフォームで、買ってください。で、今回、クロスプレイオンになってます、あります。なので、友達とやる場合別に機種が違っても一緒にできるので、そこはご安心ください。ただ、オフラインモードというものが今回ありません。なので、例えばプレイステーションだと、オンラインの別途加入っていうのは必要になるかと思います。はい、そして、どのようなクラスがあるんですか。まあ種族ですね。はい、今回バーバリアン、ソーサラー、ドルイド、ネクロマンサー、ローグ、初期はこの5種族となっております。簡単に、それぞれ特徴を申しますと、バーバリアン、いわゆる脳筋タイプ、でも移動ねスキルとかもあったりして意外と素早い。ただスロースターターなので、かなり初期値は弱いかもしれない。続いてソーサラー、言わずと知れた魔法使い、まあ、何よりテレポート持ちっていうね、瞬間にワープできちゃう、これがやっぱり強みじゃないでしょうかね。はい、ただ基本的にはマナ消費、いわゆる MP 消費が大きいので、まあその辺の立ち回りが必要かなという感じです。そして、ドルイド、ね、動物を従えたり自分が動物になったりして、力でねじ伏せる、ただ、問題はですね、まあ一応強化はされるということなんですが、オープンベータではかなり弱すぎてどうすんだよということにはなってました。で、ネクロマンサー、いわゆるミニオン、骸骨やらを連れてゾロゾロとね、で戦っていくと、でその骸骨やら死体を爆発させたりという形で、オープンベータではもう部類の強さを発揮していたっていうね。ただ対ボス戦等になると、1対1になるとまあ弱くはないんですけど、やっぱ若干ちょっとね他よりは劣るかもしれません。そしてローグ、こちら遠距離近距離トラップ、まあ、どれを使えるっていう、ただ結構コンボ的なものが必要になるので、
操作感がチャカ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 しないといけないかなと、そういうのが苦手な方はちょっと難しいかもしれません。はい、続いて、地図今回どうなってんのということで、例えばディアブロ2とかだと、ね、行きやすいようにマップの方が半透明になってたりしたんですが、これがね、いろいろね、その向こうのサイトとかでもなんか炎上してたりするみたいですけども、今回地図は半透明じゃなくて、もうがっつり地図だけっていうことでね、まあ、今後アップデートで変わるかもしれませんが、そんな感じみたいです。はい、続きまして、マウントって何ですかって、オープンワールドっていうね、今回、ディアブロ4初めてのオープンワールドになってますので、すべての世界が基本的にシームレスでつながっております。まあ、若干ダンジョンとかはね、読み込みが入ったりはするんですが、なので、かなり移動に時間がかかるということで、馬のようなマウントが実装されてます。はい、なのでクルセイダーの職業じゃなくても馬に乗れちゃうよ、やったねっていうね。ただ現状で、馬はまあいわゆる移動手段になってるので、馬に乗りながら攻撃ができるような形っていうのも考えられてはいるみたいなんですけども、はい、基本的には攻撃するときは馬から現状降りて戦ってました。で、このマウントも、いろんな種類があるので馬だけじゃないという形です。なのでまあその辺はクエストをこなしたりシーズンパスのようなものを通してもらえるようになるかもしれません。はい、次ワールドボスってっていうことなんですけども、今回、ワールドボスという、何倍ぐらい、自分たちの何十倍もある大きさの敵が、基本的には数時間ごとに、ワールドに湧くみたいです。で、ベータテストでもありましたが、最大12人で倒して、テスト内ではかなりレジェンダリードロップしてましたが、まあそのあたりどうなるかっていう形なんですけども、また一味違った感じで楽しかったですね。うん、なので、今回はその数時間ごとに、湧くワールドボスっていうのが実装されてます。はい。で、今回死んだらどうなりますかっていうことなんですけど、死んだら今回、ゴールド等は関係なくて、装備関係が 10% 耐久値減るというね、優しい感じになってます。なので全然死んでも大丈夫。はい、 PVP ハードコアモードについてということなんですが、PVP に関しては、先日もね、ブリザードから動画出てましたけども、 PVP エリアというものが実装されてるようなので、そこに入るとどうしてもプレイヤー VS プレイヤー的なものが発生すると。で、それに応じて、手にしたアイテムによって、まあ、ファッションアイテム的なものなのかな。まあ、そういったものが手に入るようになってるみたいです。そして、ハードコアモード。こちらは、ベータテストでもね、ありましたけども、実装されてました。もう一回死んじゃったらもう終了っていうね、恐ろしいモード。はい。はい、ということで、今回は、ディアブロ4完成記念ということで、ね、いろいろ来てた質問をまとめさせていただきました。またね、他なんかこれどうなってんのということがね、分かればコメント等でいただければ分かる範囲でお答えできたらなと思っております。まだまだ6月まで少し長いですが、ちょこちょこ動画等も出していきたいと思っておりますので、よければ、Twitter のフォロー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。